こんばんは、タイムマシン3号の山本浩二です。こんばんは、タイムマシン3号、関太志です。こんばんは、乃木坂46の薬尾美和です。はい、そして。こんばんは、乃木坂46の林瑠奈です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、はい、まあまあまあ、そんなことよりちょっと聞いてもらっていいですか。どうした、はい、もうイヤホンが絡まりすぎて。どうでもいいよ。イヤホンが絡まりすぎて、本番1分前にご用意されて、はい、イヤホンが絡まりすぎて、代々木の前田大然がすごい直してたんですよ。みんな坊主だって知らねえよ。代々木の前田大然がそのリモイヤホンを取ろうとした人間が坊主かどうか知らないよ。当たり前のように言ってっけど、代々木の前田今日林瑠奈以上に大事なことねえぞ。え、代々木の前田大然よりどうでもいいだろう。いいか、今日は関山本、そして役もいらないんだから。あ、私もやらなかった。じゃあ何、前田大然と誰がやるんだよ。じゃあ林さんだけでいいんだよ。一人か。そうですか。お前トンネルズさんみたいに裏方の人いじるのやめろ。え、俺ここ野縁作っていこうと思って、代々木の売れねえよこの野縁。よろしくお願いしますね。お願いします。はい、今回4人ということで、ヤクボさんと説明してください。どうしたんですか。はい、どうしても、うん、ちょっとこのタイムちゃんに、うん、私の友達を紹介したくて。私利私欲に使うんじゃないよ。公共の電波を。リスナーに、そしてタイムのお二人に、はいはい、この林瑠奈って人紹介したくて、カツですね。カツとか言っちゃって、カツいいよ。私たちの最新シングル、31枚目シングル、うん、ここにはないものがリリースするということで、うん、はいはい、ちょっと紹介にも来てもらおうかなという、うん、そういうことね。そうです、来てもらいました。でもさ、先週もさ、みっちゃんがお休みでさ、うん、なんか代わりにさ、私は乃木坂ですって言って、はい、うん、名乗ってきた女性が一人来てて、あ、名乗ってました。そう、でもだよね、多分証拠がないから、はい、私乃木坂ですって、なんか証明させてるものあるって言ったら何もなくて、あ、じゃあ、そうですね、そうでしょ、だ変わったことが続いてんのよ。なるほどなるほど。でも今日は本当に乃木坂2人来てるので、それ本物ね、はい、この2人は本物です。じゃあ安心だ。ちょっと乃木坂らしい服装じゃないな。あ、これがですか。うん、そうそう、乃木坂って言ったらきらびやかなフリフリのスカートで来てるってイメージだけど、今日何、どうしたのよ2人。これは、うん、私たちの公式ユニフォームです。公式ユニフォーム。何だったの？二人の？二人の公式ユニフォームです。ね、サイゼリアみたいなノリやめて。サイゼリア大好きだもんね。夕方のサイゼリアみたいな好きなドリンクバー作る二人みたいなノリやめて。あーじゃないのよ。そんな笑い方したことないじゃん、このラジオで。してますよ。みっちゃん。嘘だ。いつもそうなの。林さんの今目の前で喋ってたらめっちゃ楽しそうだって言ってない。めっちゃ機嫌いいの今日。機嫌がいい。これが本当のみっちゃんなのか。そう、これが、はい、本当の役をですね、皆さんこれを引き出せるようにぜひ力をお貸しください。私のご機嫌を引き出してください。偉そうなこと言っちゃった。めっちゃご機嫌だって今日。、はい、お土産くれたもんだってみっちゃん。違います。先生もめっちゃご機嫌、お休みしてるから申し訳ないなと思って、うん、ちょっとあの今日福岡から帰ってきたものなので、うんうん、お渡しさせていただきましたけど、うん、めっちゃご機嫌じゃん。普段だったらくれないじゃん物を。、うん、林さん来た時だけなんか物くれるけど。違う、それは偶然です。本当に偶然ね。朝一行ってきたんですか今日は。昨日の朝行って、はいはい、ライブして、うんうん、今朝帰ってきましたね。帰ってきたのね。だから林さんも一緒のスケジュールで。私は違うんです。また違うんだ。そうなんです。最近だからね、あんま会えてないんだよね。あ、そうかそうか。そうなんですよ。どういう仲なんですか単純に。そう、まずは単純に、うん、いやもう本当に、うんうん、正真正銘のマブですね。マブ、うん、マブとしか言えないですね。あ、本当？これもう文句じゃないですけど、女性はすぐ親友ですとか、そうそうそうマブですって言うじゃないですか。でも私が親友ですって言ったことあります、今まで。林以外で。確かにみっちゃんの口から友達の優っていう字が出たの初めてかもしれない。そう、優、初優じゃないですか。初優かもしれないね。優、本当の優です。友という文字がね。はい、うん、そういうことです。え、じゃあ二人で遊んだりとかもするの、うん、普段しますね、うん、しょっちゅ う、うん、時間があれば、うん、もうできるだけあって言いますね。ほんに、はい、仲いいんだね。生放送中 LINE とかしてねえだろうな、おい。まあ、タイムちゃんの LINE 中林さんに LINE とかして、ジジ二人だるいんだけどみたいな。そんなこと言って、裏側で楽しむね。そんなことは言ってないっつって、なんか LINE はしてるみたいじゃないか、なんか。ポジティブな。そう、あの、見てくれたりしたのに、あのツイキャス見てるよとか。ツイキャス見てて、あ、なるほど、同じ子聞いてるよとか、うん、そうなんですよ、うんうん。送ってくれるので、たまにそれで連絡取ったりもしてますね。あ、そうなのね。なんかちょっとお姉さんっぽい感じの雰囲気が見られるんだけど、みっちゃんが。したってことじゃ、林さんは。どうなんだ、年齢的には。うん、人間的な話よ。人間的にも、でも私が、うん、あの、結構お世話するタイプなので、うん、隠れてますね。特に人間的に、まったいらって発言はないのね。上下があるということで。上下ってわけじゃないですけど、はいはい、どうっていうことで。逆に、林さんは、うん、みっちゃんのことどういうふうに思ってるの。そうよ。そうですね。うん、先輩、
だってお姉さん、うん、お姉さん的な一面もありますけど、でも結構でやっぱ裏とかだと先輩からやっぱ、うん、あの可愛がられてるタイプなので、いっちゃんね、モノマネされたりとかね、そうされてますね、うん、でも私の前だと結構やっぱ大人な一面を見ることが多い気がします。全然赤ちゃんじゃないじゃん。じゃあそうですね、でも赤ちゃん主張は、うん、まあまあ、してますけど、赤ちゃんもいつまでも主張しますけど、うん、なんかご飯ごちそうしてくれたりだとか、ね、したいよね、なんかプレゼント渡したりとかあるの林さんから、うん、この間ご飯なんか払ってくれました、うん、違うんです、この子お小遣い制なんですって、うん、あ家庭がね、うん、そうなの、結構、うん、そんなご飯にお金使わせるの申し訳ないなと思っちゃって、なるほどなるほど、うわ押せるわそんな子押せるわまあね、いい子だわ、みちゃんに関しては実の妹にも怒ってるぐらいだもんね、まあ、私人に怒りまくってるもん、ね、ちょっと金払い良すぎるアイドルどうかな、良くなかった、ちょっと構えちゃう、でも払わせるより良くない、払わせるアイドルなんているんですか、いや払わせるっていうか乃木坂にいるんですか、グッズとかなんか、はい、そういう課金とかするような地下アイドルよりは払う方がいいじゃないってことよ、うん、なんで地下1個乗せたんだそこに、いやいやいや乃木坂には誰もいないけどってことですよ、そういうことね、そういうことですよ、だからまあそれで言うと、はい、林さんはどういう呼び方したらいいかってことなのよ、お林さんって言っちゃうけどね、何々ちゃんっていう一応くくりなのよ、そうファンからなんて呼ばれてるのかなとか、そっか、でも基本的にこの子は、うん、割とファンの人からも林って呼ばれるよう なんか厳しいね、自分で親近感あるタイプのアイドルなので、あ親近感でなんだ林って言われるの、廊下走るなぐらいしかなくないだって林って言われること多いですね、多いんだね、ちゃんにする今日はその中でもつけていこうよ、林ちゃんはなんか人形気な感じがします、もっとな、何いいよ、他のなんか、うん、なんだろう、うん、ルナ、ルナから取る、普段はなんて呼んでんの、林って呼んでる、林って呼んでる、親御さんとかからなんて言われてんの、確かに、親御さん林だもん、うんうん、あ、そう、まあ、秘密ですね、ちょっとそちょっとね、おい、うん、アイドルが少し秘密な方がそれは言えないよ、さすがにバッサンの話するぞ、うちの役もなんてなあ言えないよね、そんな、なんでもね、全然お母さん料理作ってくれないみたいな話、バンバンするぞ、だってしますよ、いやちょっとそれはすいません、うちの林アイドルなんですいません、いやいやすいませんね、なんて呼ん、じゃあちゃんはマストだとしたらなんて呼んでほしい、うんうん、ちゃんはマスターだとしたら、うんうん、ちゃん付けますと、まあ、じゃあ林ちゃんあスタート地点に戻る、ルンちゃんとかさ、ああなんかだダメ刺さってないですね、全然 おじさんのアイデアが通らない、まあ、ルルちゃんとかさ、あじゃあそうしましょう、いやいや折れるなよ、なんか全然快諾してくれよ、いやそうベリーグッドです本当に、だいぶ年下が折れて空気も読めるわ、はい、じゃあ仕事してるじゃん、それでお願いします、それでお願いします、俺のことなんて呼ぶの、じゃあえなんて呼んでほしいですか、うん、いや山本さんとかじゃここの世界はちゃんで行こうって話決めたんだからさ、でもやっぱり2時間ぐらいだったら名前なんて呼ばなくても乗り切れるから確かにそうですよね、結構俺もなんか人の番組行って名前わかんないパーソナリティとかいるんだけど30分ぐらいだと別に言わなくてもとかって言うとなんとなくそうですよね、手で って言うとなんかその人がはいって言うから、ダメだよタイムちゃんで要所要所みっちゃんとか関ちゃん山ちゃんっていう言葉出てくるんだから、うん、でも山さんもなんかよくわかんないパーソナリティの時にあんまり名前呼ばない時あるからやってます、ね、埼玉行った時とかよくやるわ、そうなんかめちゃめちゃよくやるわ、昼間おばさんがやってるラジオとかあんまり名前言わない時あるからあ、そうですか、山ちゃんって言わずに2時間いけるよきっと今日も、山ちゃん、関ちゃんですね、ラジオネームシータス、はい、みちゃん友達を呼んでるなら山ちゃんだってアルピーの平子さんとかギョンとか呼びたいですよ友達だからって簡単に呼んじゃダメだって、ダメなの、はい、ダメなのめっちゃ緊張してる、みちゃんめっちゃ勇気出して送ってきてるみちゃんめっちゃ緊張してる、でも今いつもと違う人見てくれてんじゃない、あそうなの、でもハッシュタグタイムちゃんでちょっとツイッター見てますけど、うんうん、林さんのこと呼んでる人がいて、なんて呼んでんのみんな、ルルルって言われてます、あやっぱそうで、あでみっちゃんのことをボボボって呼んでますこの人、いや本当に私それやめてって言ってんのに、どう役ボのボってこと、ボボボとルルル、私1週間に1回ぐらいやめてねって言ってんのになんで呼ぶのそうなんですよ、私からも言われちゃうの、結構本当に嫌がってるんですけど、やっぱアイドルのファンの人ってボボボ、いやまた嫌がってるなーって、いやまあね、感じで呼ぶ方もいるんですけど、結構本当にやめてくださいっていうのは伝えてます、そうだな、お願いします、お願いします、宮崎県ソンソンソンエモアートソン、
先週から聞き始めた新規リスナーです。このラジオの、このラジオのことが知りたくて、有識者の方簡単に教えてくれませんか、っていうことですね。だって先週も私はいなくて、ゆみきが来てくれてますから。そうだね、役場のいるタイムちゃんは初、キキキが来てくれてたね、確かにね。ゆみきのことをキキキって言うんですか。キキキ、ゆゆゆじゃないですか。それ奇妙の木だからね、神だからね。キテレツの木だから、怖い木だ、数奇な運命の木だから、キキキだから。2人とちょっと違う、ちょっと字揺れてるよ、揺れてる、キキキ書体も、なんだろう、あの、やりみたいな感じで、火の玉みたいな書体でね、ゆっくり血みたいに垂れてる、キキキが先週は来てくれました。どうなのよ、このラジオ。概要説明してよ、概要説明してよ、初めて来た人に、初めて来た人に、そう、有識者の方お願いしますよ。でもなんか、ヤクボちゃんが結構イケイケしてるイメージはあります。ほら聞きました、皆さん。それはさ、今日もそうだけど今日以上にってこと、いや今日以上にはないかもしれないですけど、でもどうだろう、なんか私が普段見てる感じのテンションを結構出してるイメージあります。一番お仕事の中では素に近い状態というか。それは乃木坂の普通の楽屋とかリハよりはこう元気とか楽しそうにやってるってこと。なんか楽しそうじゃんって。もっとあと覚えなきゃいけないこととか振りとかあるからな、そっちの現場はな。集中してそうなんですよね。楽しくやってますよ。生き生きしてるってことが、そう、特に今日なんてやっぱりもっと生き生きもするしっていうことだよね。いつも 100% ですかね。なんか今日入り口から違ったよ、なんか。嘘。どうもみたいな、田淵みたいになって、どうもタイムちゃん。ね、お笑いこいてる？ユーモアこいてる今日もみたいな。田淵って誰？いや、インディアンスよ。インディアンス。インディアンス。どの田淵がいるの他に？プロ野球選手の。田淵ね、あの昔の太とポチャレしたやつね、いませんよ。そうだから元気でみっちゃんが見れるってことでね、いつも元気なみっちゃんが見れます。さらにっていうことね。そうです。で今回 CD 出したのね。そうです、31枚目シングル。どんな、ちょっとルルル、どんな CD ですかこちら。ルルルになったんですか。ルルル、そうですね、あの斉藤飛鳥さんのご卒業される最後のシングルなので、そうですね、こうミュージックビデオとかも結構こう思い出深いというか、多分ファンの人だったら泣いちゃうような演出もあったりとかして、曲が本当に多分すごい、あのメンバーにも好評というか、ファンの方もすごい好きって言ってくださる方多いので、昔の乃木坂っぽい感じがします。ちょっと清楚な感じだと、元気よりもおしとやかな、楽しんでほしいですね。楽しんでほしい。しっかりしてるね、19歳で。いや、しっかりしてないよ。え、嘘。今んとこめっちゃしっかり、よそ行き。これめっちゃよそ行きです。あ、そうなの。いや、そうですね、でも外面は本当にしっかりしてます。外面だけね、外面だけ。逆ですよ、だから本当、私いつも表ではヘラヘラしてますけど、結構真面目だったりしますけど。ちょっと逆ですね。真逆です。さゆちゃんのどの辺があれなの、不真面目というか。え、なんかまだ俺も会って間もないからしっかりしてる感じするよ。確かに確かに、割とハキハキもしてるし。え、なんだろうな、ジャージも一番上まで締めてるよ。めっちゃだいぶ開けてるけど。そもそも一番上まで締めるのダサくないですか。いや、もう、そもそも着てることがダサいよ、触れなくていいの。大丈夫。ジャージは可愛いね。だってこれ私は林に買ってくれと、どうしてもお揃いを買ってくれって言われて、しぶしぶ買った激ヤバ水色ジャージ。いや、なんか林さんはなんか狙って乃木坂色だし、ちょっとなんかあえてダサいの着てるってこと。みっちゃんなんか本気で買ってそうな感じもちょっとするんだよね。意外なく私の趣味じゃないんですっていうのは伝えたいですね。そうなの。そうです、こうやってディズニー行きたいね、二人でお揃いでって買ったものなので。そうです。あの、林と会う時が着ないですよ。そうなの。それでドンキとか行ってんのよく見るよ。ドンキで。ドンキはいるね。ドンキのマッサージチェアのコーナーが1時間出てこないよく見るよ。ただでマッサージ機やって。スカイブルーだ。じゃあね。そうだよ。まあでも今日はじゃあ一緒ってことでね。はい。2時間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、ちょっとこれタイトルコールしてるんですよ、毎回。はい。ここだけ皆さんお揃いでお願いします。お願いします。それで行きましょう。せーの。タイムちゃん。はい、というわけで東京代々木のスタジオビビットから生放送2時間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。改めまして、タイムマシンさんは山本浩二です。はい、タイムマシンさんは関太です。はい、乃木坂46の八久保美和です。乃木坂46の林瑠奈です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。アジの開きを開かせない協会会長、はい、林さんは
はい、お笑いが好きだということですけれども、うんうん、はい、タイムさん、我々タイムマシン3号はお笑い番付の何番目ですか？おー、あーすごい、なんか、うんうん、なんか私がその、うん、芸人さんとかとご一緒したりとか、こうラジオでお話しさせていただくときに、すごいファンの方がそんな気を使ってなのか、私を試してなのか、そういうメールを送ってくださるんですけど、本当に良くないですよね。そうだね、まあ、気は使ってないよね、はい、追い込んでるよね、追い込んでますよね、うんうん、もう決めといたらこれももう、うん、あ、確かになんか角の立たない人とかもいるじゃん、うんうんうん、そっか、もう絶対だからロバートの馬場さんといえばなんとなく何番目ですかってことだよ。一番好きなのはもうロバートの馬場さんですっていう、ね、料理も作るし、うんうん、優しいし、うんうん、なるほど、もう角立たないから今日決めちゃった方がいいんじゃないか、決めちゃった方がいいですよ、確かに、一番、まあでもタイムマシーン何番目ですかって質問ですか、まずそれは。じゃあ何番目って難しい、難しいな、ね、これでいくと誰かの一個下すいませんとかだと角立たないんじゃない、どう、なるほど、それいいかも、勝俣国和さんの一個下ですだとおーっていう感じね。で勝俣さん何位？400位ですって。それも含めね。それも含め。ワンセットで。ビリから2番目ですって。それいいじゃない。うんうん。でその勝俣さん何位って言われたら、そうだね。それで行こうよ。それで言うと今勝俣さん俺らのもんだから、うん、自分なりのタイムマシンの1個上を上げて、そう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 。その人何位なのって言われたら、うん、最後から2番目ですっていう。あ、確かにそれめちゃめちゃいいですね。うん、それにしようか。それちょっと今じゃ上げてみようよ。うんうんうん、その俺らの1個上誰かっていう。1個上、うん、そうね。え、タイムマシンってお笑い番付で言うと何番目？林ちゃん、ジョイマンさんの一個下ちょっと待って、一回止めよう、もう不服だよ、うん、そういうことで、待ってください、私めっちゃジョイマンさんのこと好きなんです、好きだ、すごい、そう、めっちゃ好きなんですよ、ちょっと待ってくれよ、俺たちの方が上であってくれよみっちゃんに関してはよ、ジョイマンのことはすごい好きなら分かるんだけどすごい好きなんです、あとなんか本当にビリニーすぎるわ、ジョイマンさんそんなことない、もうちょっとなんかユーモラスなコンビトリオがあるはず、そう、あの、うん、言えないぐらいの先輩がいい、うん、ちょっとあの正解って言っちゃうかもしれない、もう一回やっとこう、なんで絶妙な、もうちょっと絶妙な、触れれないぐらいの先輩が一番いい、うん、いいラインよ、いいラインなんだけど、ちょっと今あのクイズ番組っぽかったからなんか負けないだろって思わず出てしまった、うん、じゃあタイムさんの逆にその一個下とかだったら、うん、ああなるほど、それでもいいよ、はいはいはい、え、俺らの下って誰じゃ、カモメンタルさんカモメンタルさんの1個上ぐらいです、あの面白いな、そう全く関係そう、関係ないことないけど、ジャンルが違うから面白いね、そのこと、見て、俺らどれぐらい、え、ジョイマンさんの、うん、1個下桜だな、おい本気のやつだもんね、とにかくジョイマン好きじゃないか、その場合私はジョイマンさんがナンバーワンです、おい、俺たち公式お兄ちゃん歌ってんだぜ、違うじゃないですか、うん、なんでしたっけ、あれ野良兄貴、野良兄貴でしたっけ、野良のお兄ちゃん歌ってる野良兄貴なんですよ、お二人は公式じゃない、公式じゃないね、公式じゃないんです自ら発信してるから自己発信なんです、お兄ちゃんだよって、そうそういきなり草むらから現れてねえ、野良シュシュ、入ってくんな、あー怖い怖い怖い、あ、そうですか、お笑い好きなんだ、そうですね、好きっていうのはちょくちょくこう言ったりとか、ジャンルで言うとネタとか、うんうん、トークとか、うんうん、まあモノマネとかいろいろありますけど、何が好きなの、ネタですね、ネタ番組好き、じゃあ M1 とか好き、 M1 も好きだし、うん、でもどっちかっていうとコントの方が好きかもしれないです、キングオブコント、コメンタルってスッと出たもんね、今ね、そうだね、ザ・ W、 はい、どうでした、見ましたか、いや見てない、今回見てないね、はい、うん、キングオブコント、どうなの、この乃木坂って出たりしないんだっけ、さすがに、え、ないですよ、アイドル出たりする、うん、AKB とか出たりするんだ、たまに、あ、そうなんですか、 あったよね、乃木坂でもないですね、うん、今はありますよ、ね、のところはないと思います、うーん、なかなかね、うんうん、まあそうか、カラーとかもあるからね、そうですね、うん、なるほどね、でもお笑い担当ってことじゃ、ちょっと、あ、でもそうですね、うん、割と面白いキャラクターじゃないかなと思います、先週もそんな子来ましたよあ、キャラかぶりですか、面白めな人、でもあの大丈夫です、あの言葉通じるんでそうかそうか、言葉通じる面白担当なんで、確かにな、先週はちょっと前衛的な内容になったから、そうですね、前衛的な、そうだな、うん、なんかな不思議だったな、はい、というわけで、いろいろも普通とも来てたりもするのか、うん、はい、まあ、テーマいきましょうか、テーマ、はい、でも行きますか、曲行きましょうか、曲行きますか、はい、曲、はい、というわけで、はい、毎週関がおすすめする1曲なんですけれども、はい、12月7日にですね、乃木坂から31枚目ここにはないものというですね、うん、ニューシングルが、うん、出たんですけど、うん、はい、でもねやっぱりね、うん、ないものだけじゃダメだなと思って、ここにあるんだよ、ここにいるよという曲を聴いてください、うん、ソルジャーでここにいるよ、フィーチャリング青山テルマ、
はい、ちょっといつリアクション来てます、はい、東京都真剣持ちカモメンタルのうだい先生は神ですよ、だってだって、こういうお笑いファンが俺は大っ嫌い勝手に芸人を神格化して、うだい先生は神ですよ、だってよ、恐ろしいよね、でもお好きなんですよね、コントね、そうですね、好きです、うん、キングオブコントの優勝者の中で歴代好きだったのは、歴代好きだったのは、ジャルジャルさんですね、あー面白いね、でもね、昔からすごい好きだったので、うん、もうずっと優勝してほしいと思ってての優勝だったので、すごいね、なんか我々芸人もなんかこう偏差値高いなこのお笑い芸人の人と思うけど、うん、こうすごい 根強い若い人も好きだよね、すごい好きですね、母親ももともと好きで、うん、その影響ですごいちっちゃい時から好きでした、はあ、幅広いね、カモメンタルよりもジャルジャルの方が好き、あ、もちはい、そうですね、いやでも牧雄さんより面白いなんてことあんの、そんないじってるよ、牧雄さんって神だから俺の中で、出た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 、神だから、う大さんは才能ないけど牧雄さんが神だから、独特の発想だなこいつ、アジの開きを開かせない協会会長、はい、林ちゃん正解です、ここで初出しの情報はもったいないです、親からなんて言われてるかなんて教えなくていいです、おーのー、私なんて毎週ここで初出してんのに、ね、これ林ちゃんの良くないファンだねこれね、良くないファン、ね、なんて名前の人ですか、アジの開きを開かせない協会会長、いますね、私がラジオに出るとたまにこの発生する、覚えられてるよ、覚えられてますよ、よくね、19歳でこの貫禄すごいね、確かに貫禄本当ですか、なんかあるある、ファンの人はもうちょっといい加減にしてっていうさ、確かに確かに、ありがとう、チャウチュールちょうだいみたいなさそんなことなんだと思って、痛くそんなやつ、チャウチュール10本ちょうだいっていうさ、はい、そんな感じよりさ、あ、何私教育しますからみたいなさ、いやまあそうですね、かっこいいねちょっとね、貫禄、みっちゃんがそんなほら貫禄があるタイプではないよね、うん、いや私もあるって言われたことあるし、ないよ、へっぽこって呼ばれてる後ろで、そうなんで？カールもそのなんつうの、ガタイもしっかりしてるわけじゃないし、確かに見ないよ、声も低い感じじゃないしさ、まあ、よく頑張ります。いや似合わないのよ。急によ。はい、ちょっとテーマいきたいと思います。はい、お願いします。はい、今回のテーマは、うん、マブダチの定義。はい、今夜は私のマブダチである林がスタジオにやってきてくれたわけですが、うん、リスナーの中にはですね、本当にマブダチなの？どうせビジネスじゃないの？と思ってる方もいるかもしれません。いや、みっちゃん他がビジネスすぎるのよ。あ、本当ですか？多分今がマブなのよ、本当に。バレてる、うん。これが本当なの。バレてる。そこで今回はリスナーからマブダチの定義を募集します、はい、それを私たちに当てはめつつ浅はかな考えを持っているリスナーをぶっ潰していきますよ、厳しいよ、厳しい、例えばマブダチ、いや、いや遅いんだよおじさんがマブダチならこんな遊びをするとか、うん、マブダチならお互いのあんなことを知っているとか、うん、マブダチならこんなことも言い合えるなど、うん、あなたが思うマブダチの定義を送ってください、はい、そして今ちょうどマブダチと一緒にいるというそこのあなた、うん、ぜひマブダチと2人で録音した音声を送ってきてください、毛布だろ、念のため言っておきますけれども、今回は一人二役で喋りました、うん、なんていうのはいりません、うん、本気で募集していますので、本当にマブダチと一緒にいる方だけお願いいたします、うん、受付メールアドレスは tmy@fmg.jp tmy@fmg.jp、 タイムやくぼの通りを取って tmy となっています。そしてツイッターでつぶやく場合は、うん、ぜひハッシュタグタイムちゃんをつけツイートしてください、うん、いつも通りのみっちゃんかわいいツイートと、うんうんうん、林が考えました、うん、林楽しそうというのをたくさんつぶやいてくださいそれは、はい、本人が言うことであってつまんなそうだったら送んなくていいんだよ、代読してくれたってことな、はい、代読してくれました、楽しそうって言ってくださいみんな、言い聞かせてる感じかな、はい、みっちゃんかわいも言ってくださいね、みっちゃんかわいも言ってくださいね、はい、それで言うとさ、我々普段なんか学生の時に一軍だった何軍だったって話してんのよ、うん、そうそうなんです、学生の時何軍だったの、いやもうほぼ県外みたいなもんですよ、私と同じこと言ってる、県外ね、うん、そうそう、じゃあ一軍の人はもう恐れ多い感じで、恐れ多かったですね、うん、なんか中学とかの時は本当にそうでした、おー、うん、そうなんだ、何通学ですか、徒歩ですね、徒歩通学でした、はいはいはい、部活は入ってない、部活も幽霊部員ですね、美術部に入ってました、あ、いいですよいいですよ、今のとこいいですよ、 いいですね、お昼ご飯は何食べることが多かったですか、お昼ご飯ですか、はい、学校のね、学校の、あ、なんか手作り弁当食べてましたね、あ、お弁当が多い、はい、お弁当食べてました、ね、お弁当でよく入った具材は何ですか、お弁当でよく入った具材、はい、まあでも卵焼き入ってましたね、一番好きでした、ね、三軍ですどういう基準なのよそれが、診断テストされた、はい、あ、そういうことね、これは嘘偽りなさそうですね、あ、そうだ、はい、なんかこうやられた経験とかある、一軍に、うん、いやなんかでも休み時間とかやっぱこう、うん、
他クラスに一人だけ友達がいたんですよ、うんうん、その子としか本当に会うことしかないから、うんうん、なんかその子の教室のとこまで行ったりとかしてたんですけど、うんうん、はいはい、戻ったらやっぱこう自分の椅子とかね普通に、うん、あのお座りになられてるのでなるほどな、はいはい、あれ私の椅子だってことな、一軍の人たちがな、そうです、私の机は一軍の椅子だからねそうですね、ちょっと言えなかったりとか、用途がもう変わりますから一軍の中では変わる、言えない、もちろんそれさちょっと私の机なんだけど、いや言えないですね、ちょっと言えないか、本当にギリギリまで待って移動教室遅刻しちゃったりとかしてました。それは3軍です、それ言えるやつは1軍ですから。ああそうかそうか、はい、確かに机に毒のつけよかったなと思うもんね。死ぬから3軍はね入んねえだろう、痺れるやつとかね、はい、うんうん、というわけでじゃあ3軍の林ちゃんと共にお送りしていきます、よろしくお願いします、引き続きいきますか、はい、引き続き言ってよろしいでしょうか、はい、あそここでいろいろこうフリートークしていいってことなので、はい、まず普段の2人知りたいっていうのと、まあ、関係性と、うんうん、なんだろうな、どっちがこうちょっとこう上に立ってどっちが何っていうさ、どんな感じか、でも、うん、私たち本当にメンバーですけど、うん、仕事も一緒にするけど、うん、本当に友達って感じが強くて、うんうんうん、もうご飯食べに行ったらね、うん、夜までずっと喋って喋ってます、ね、もう未成年だからな、なんかさその最初のきっかけみたいなあったの、二人がこう仲良くなるきっかけというか、なんだろうね、そう私もよく聞かれるんですけど、うん、本当にないんですよ、なんか自然とね、うん、仲良くなっていって、そうですね、距離が合うっていうか、うん、一緒にいて楽だなって思って、うんうん、って感じですね、逆に言ったら多分、うん、去年の今頃とかは本当に全然そう、話したこともね、だってもう一緒にいだして3年ぐらい経たね、一緒にやってどれぐらい今、そうですね、もうすぐ3年ぐらいですけど、じゃあ今年で急に仲良くなったんだね、そうですね、うん、この4月ぐらい春ぐらいから、うん、そうです本当に仲良くなったんです、うん、それきっかけもあんま覚えてねえんだ、何があったっけ今年のって、何だろう、何かあった、純烈の小田井さんが辞めるってそこに入ったってこと、今年の動きなんだえ、じゃあそれまではお互い別々の4期生とかと一緒に行ってたってこと、そうですね、まあ同期としてもう日常会話とかは全然してましたけど、うん、こんなにね、うん、しょっちゅう遊びに行ったり深い話したりとかはなかったので、あそうなんだ、うん、まあ3軍同士じゃないけど実は気があったっていうことなのかな、そうですね、でどこ行ったとかも覚えてんの、どこ行った、うん、行ってるよねめっちゃね、まあ、基本的にはサイゼリアなんです、うん、サイゼリアめっちゃ行ってますね、やっぱそうなんだ、サイゼリアはすっごい行きますよ、お互い好きなメニューとか何せーのシナモンフォカッチャ、あーちょっと甘いやつね、あのフォカッチャシナモン、ある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 、俺あれ誰が食うんだろうと思ったんだけど、めっちゃ美味しいんですよ、この2人が食うのか、ご飯食べた後にデザートのそれだけ食べたくてサイゼリアに行くぐらい、そうです好きなんです、それが、あ味あんまないでしょでも、いや、めっちゃ美味しいでしょ、あ本当、いや俺と山本ネタスでよく行くけど、うん、食べたことないよね、ない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 、一番うまいのあれだよね、せーの小指の格差みたい、全然違う俺ら23年やってくからこのぐらいやっぱりこれがもう出せないよ、ね、こんな、うちの関ちゃん何ておっしゃいました、ポークチキン、何ておっしゃいました、香味チキン、香味チキン、辛味チキン、辛味か、そうなのメニュー覚えてねえじゃねえかよ、あれ辛味っていうの、え辛味じゃないんですよ、俺香味だと思ってた、香味、あれ広瀬辛味、いや香味だよそれは、ちょっと待って、それは香味だよ、ごちゃごちゃしてる、面白い面白い、辛味チキンか、辛味チキンです、あれ俺だってさ、全体にいつも香味チキンって言ってなかった、いやいや、それは向こうがプッてなりながら、はい香味チキンですねって、いやー悪いねー、チューバー聞けって太ってるやつが香味つってるぞ、はい広瀬香味流せ、うわゲッダン揺れる回る、そういうとこか、切ない、俺の好きなタイプじゃない、え小エビじゃないの山さんもそれ、なんて言いました、小エビのカクテルサラダって言いましたけど、あ小エビのカクテルサラダっていうのはあれ小エビだって言ってなかった、いや小エビの力ルテルサラダって言うんだろ、無理やりすぎる無理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 がありますよって呼んでた、俺呼んでなかった、しまったしまった、シナモンフォカッチャ美味しいんだ、小エビのカクテルサラダ行ったことないの、ないですよ、俺それ食べに行ってるよ、いや俺もサラダの中で一番美味しいと思ってる、小エビのカクテルサラダ美味しいですよね、うまいよね、好きです、あそうなの、ドレッシングがうまいんだよね、美味しいです、サイゼリアってね、そうあれ売ってんだよね、そう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 、今度食べようね、うん、私食べてたよあなたの横で、ほら前の時、私が一口も食べてないよねサラダは、うん、そうもしゃもしゃ食べてる時に、うん、あれでもファンの人に声かけられたんだよ、このジャージの中で、それはいやダメよこんなジャージで行ったら、サイゼリア行ってね、うん、声かけてもらったよね恥ずかしかったね、えなんて言われる、2人はさ言われる時なんて言われるの、乃木坂46の大石ルナさんと、うん、やかみさんですかって感じで言ってもらいますね、おおそうなんだ、その時とか言わないの、
でも否定できないじゃないですか、こんな格好してたら無理があるよく似てるって言われるんですよとかさちょっと無理あるんで、僕ドラえもんですとか言わないの、そういうのありがとうございますっていうふうにね、お答えしてもらってます。あ、そうなんだ、うん、そうですね、お前絡みつき調べてねえだろうな、正しい呼び方めっちゃ調べてる、調べてるだろうな、そんなこったろと思ったんだお前どっちでした、あでもね、うん、あの辛味チキンを辛味チキンって読んでたこと私もありますっていう人を今フォローしようかなってる、いやずるいよそんなの、正しい方は辛味なんだろってことですよ、辛味ですよ、金振ってあるんだってメニューに、あそうなんだ、そうだから、うん、あまりに間違えてる人多いから、そう厨房が話進まないのよ、仕事がプーってなっちゃって、そんなんで進まなかった、太ってる、チキチキチキ、骨飲んだ、骨まで飲んだ、骨関係ないよな持って帰ってるあいつ、ほら持って帰ってるよ、妹じゃない、妹じゃない、ひどい話だよってなるからってことですよ、なるほど、だからなんですね、で最高何時間とか喋ってんの、 4、5時間、いやもう全然、芝居は全然ですよね、いや気をつけないよ、そんなあんまり大きい声で乃木坂とか話しちゃダメよ、いや何で話してる、小声で、しかもあの私小声するはするんじゃないかなんかあのこだわりがあって、うんうん、まあ、2人だから、うん、あのこう向かい合わせの席に案内されることもあるんですけど、こう夜とかだと人少ないとあの4人掛けの席とかに案内してもらうことあるじゃないですか、そういう時はもう横並びで座って、ソファーで横並びで、そうなんですよ、それでずっとくっちゃべってます、俺たち絶対向かいだよな、相手の顔見れるから、いや顔見たいもん、ね顔見たい、でもこう横向きながら喋ってます、そうすると同じタイミングで横向かないと顔見れないじゃん、うん、あそっか、うん、確かに真正面だと香味チキン食いながら山本の顔ずっと見えるんだよ、ぜひ、ぜひ厨房盛り上がってる、え、なんで香味チキンお借りください厨房盛り上がってる、かけにしてくださいよ、そうです、じゃあゆくゆく来年ぐらいは一緒にお酒飲んだりとかも、そうですね、もしかしたらしたいかも、確かにそうです、ね、うん、私ももうすぐ二十歳になるので、うんうん、そうだよ ね、 どう一個先に先輩が二十歳になったっていうのは、イエイ、なんかでも、うん、あの本当に仲良くなったのは今年ですけど、うん、なんかずっと同い年みたいな感覚で仲良くしたので、うんうんうん、なんか二十歳になった時に、うん、お姉さんだなっていうのすごい感じましたよ、やったー、そうだよな、まあ女の子なんかね、あんまり上下気にしないっていう人多いし ね、うんうん、まあなんなら気が一緒だからね、うん、そうなんですよ、そうだよね、同じですね、いいね、でもたくさん仲良くなっていただいてね、うん、ちょっとこれがどんどんなんか色引き出したい、あれお誕生日プレゼントあげたりとかするの、お互いに、あげた、うん、うん、もらった、マスカラくれた、あー、あげたわ、うん、買ったわ、あ、でもあげたこと忘れた、またいいや、白菜ぐらいの感じだったでもなんかいらなくなった服とかコスメとかもまああげたりしてますね、へー、そういただいたりとかしてるんだ、はい、もらって、そう来たりとかも、実際来たりとかもして、来てくれてるよね、うん、お、なんかお返しでなんかあげたりとかは、お菓子めっちゃくれる、あ、お菓子とか、そうなんだ、そう、あと今はキャリーケース借りてます、そうです、あ、2人でいいの見つけてるってこと、違うんです、うん、私、うん、あっちこっち今行ってるじゃないですか、ツアーで、いいとこが多いね、でもあのちっちゃいキャリーケースしか落ちなくて、あ、なるほど、でっかいやつを林から借りて、あ、借りてるんだ、借りる時にお菓子パンパンに詰めて貸してくれました、素敵なことするねそれ持ってあちこち行ってます今、全部かりんとうでしょ、あ、やだな、真っ黒のちょっとな、卓球ゴリラさん、林さんだけが知っているみっちゃんの秘密があったら教えてください、いっぱいあるよね、うん、ありますね、うん、でもそれをここで言ったらもう私は友達じゃないですもんね、うん、言えるやつでいいですよ、もちろん、なんだろう、言えるやつ、言えるやつ、言えるやつ、はいはいはい、なんだろうな、うん、あるあるかな、な、林さんだけが知ってる、でも私は割と何でも世の中に出しちゃう人なので、そっかそっか、うん、割と隠してないよね、うん、そうなんですよ、親御さん妹さんのことも言う、そう、うん、ね、そうなんだろう、うん、ある話してることはないかもしれないんですけど、うんうんうん、でもなんか写真とかめっちゃ送ってくれますね、うん、ちょうど今ライブやってるから、うん、ライブ前に毎回動画とか撮って送ってくれるんですよ、いいね、これからライブですみたいなのを逐一送ってますね、うん、あ、めっちゃいいですよね、それはこう私しかもしかしたら見れてないそうなかもしれないです、あれやんの、悩みとかも相談するの、いいこと共有だけじゃなくて、うん、ちょっとこれ辛いわとかしてますよ、めっちゃしますね、めっちゃしてる、してるかもね、うん、なんならそっちの方が多かったりとか、そうです、うん、それが多分できるからここまで仲良くなったのはあると思います、確かにね、うん、めっちゃいい関係じゃない、うん、ですよ、やったですよ、ね、ビジネスじゃないですよ、ビジネスじゃない、ビジネスじゃないことで重々分かりましたよ、やった、うんうん、はい、さあ、そんな2人の素敵な
曲ちょっと教えてください。はい、はい、うん、これはですね、今回の新しいシングルで、斉藤飛鳥さんご卒業のシングルで、うん、こう曲調、私特にイントロがすごい好きなので、うん、ちょっとピアノイントロに注目して聴いてください、はい、ここにはないもの。
さあちょっとリアクション来てます。神奈川県釈迦に説教。はぁ、カモメンタルの心臓ってマキオさんだからお前カレー食わせんぞこの野郎。おい、削ってる人がいる。マキオカレー、まだ言ってた。マキオ派閥もこれだけいるんだな。カレーね、すんまそう、はい、すんまそう。いや、お猿さん出てきた。お笑い好きだね。すんまそうじゃないんですよ、もう。ノーマルの丸。おい、関、はい、マキオさんすげえだろうがよ。俺マキオさんすげえって言ってんだ。三軒茶屋で聞いたのかバカ。出てけ。三軒茶屋、マキオさんがすげえって。おい、関、聞いてっか。おい、なんだてめえこの野郎。マキオさん本当はすげえんだぞ。関さんだろうが、おい。三軒茶屋で、三軒茶屋カリガリマキオカレー経営する凄腕店長だぞ。何店舗か潰れてるの知ってんだこっち。もっと敬意払え、こら。おい、あれマキオさんの力じゃないから、集合パークの力だから。うるせえ、コウミ。なんだこいつ。コウミ来た。マキオくんのファンは口が悪いよ、本当に。告知ですね、随分ね。告知だ、辛口。告知。最後の晩餐は高め。カモメンタルのうだいさんと YouTube、ごめんなさい、FM 富士のスタッフ、どっちの方が前田大然に似てますか。あ、前田大然、あの、いなくなるんですよ、前田大然。あの、前の番組の方なんでね、FM 富士の方ではないんです、すぐいなくなっちゃう。そうなんだ。おいそれといじっちゃいいような人じゃないんだよ。僕もちょっとドキドキしながら前田大然って言いじってた。パッケージがないものをいじってしまったもんで。まだブチ切れてる可能性もあります。あんま、そうなんだよ、めっちゃいじられるの嫌い人もいるからね、世の中に。そうなんだ。そうだ。いやでもニコニコされてた方だったからね、うん、言っていいかなと思ったんですよ、うん、確かになんかね、佐々木さんも拳から血出てる可能性あるからね。毎週毎週いじられて走ってることも走ってる。はい、テーマいきましょう。テーマですね、マブダチの定義、はい、ちょっと林ちゃんとみっちゃんがマブダチという自称ね、まあ自称になっちゃいますね、言ってますんで、定義送ってもらいたいと思います。お願いします。じゃあ当てはまるってことです、全ての定義に。当てはまりますよ、当てはまると思います。東京育ちの矢島人、マブダチなら LINE の ID だけじゃなくて、うん、携帯電話番号と E メールアドレスも知っているはず。いやいや、これ今時じゃない人が来てますね、うん、マジで図星43歳。やばー、当てちゃった。宣伝布団がマブダチです。あー、なるほど。一生離れないよなっつって布団から出てきます。同世代頑張ってほしい。さあ、ミーメールアドレスなんて教える意味がないんだもんね、うん、使わないですもん、ね、使わない。でも電話番号、うん、言ったことなかったっけ、なんかで。あー、なんかその話はしたことあるね、うん、あ、でも住所とか知ってますよ。あ、いや逆にか、ね、あ、なるほど、うんうん、送ったり物をあげたりとかするから。そうそう、誕生日プレゼントであのケーキを私の家に送ってくれたりとか。いい関係、ね、したもんね、うん、19歳で。19歳で誰かに何かしたことある。え、19歳でお友達に何かしたりとかってある。送ったりとかだよ。ないな、バレないように石投げたりとか。ちゃんとできてる。自転車のサドル緩めたりとか。いやだ、そのぐらいしかない。3体がマブダチは遊びに行くときに30分ぐらい遅刻しても許し合えることだと思うんです、うん、これ逆じゃない。遅刻したことをしっかり言える人がマブダチじゃない。でもその人たちの関係性じゃないですか。なんかお互い遅れる人たちだったら、うん、私たちってこうだよねって多分遅れるし、うん、あの厳しく。2人はどうですか、その遅刻とかは。私たちどう、どうだろう。でもなんか、うん、この間とかちょうど、うん、あの時間を決めずにね、ダメだろそんなことしちゃ。なんでそんなことするんだよ。無理、未来人じゃねえんだよ。なんか男は洋画玉で、あの人かな、東大の社で、ね、あの人かな、いや、あの人かな、じゃないんだよ。決めなよ、ね、なんかなんとなく、うん、じゃ仕事終わった時間だ、多分何時ぐらいに終わるから、うん、こんぐらいでいいよねみたいな言ってて、ね、まあ、ゆっくりね、店で待ち合わせとかだったらあれだけど、うん、そうそうそう、したりするから、あ、じゃあ割とファジーな感じだよね。緩めだと思います。そうかそうか、今って新宿集合ねとかって曖昧にするもんね。そうか、それでいいのか、うん、昔何々前に何時とか絶対いなきゃ携帯ないから、うん、そうだね、移動できないんだよそこから。あ、そうですよね。そう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 、かかるまで、うん、大変だ。俺らとかさっきのあのイメールアドレスのおじさんとかも、布団の方とかみんな経験してきてる。みんな経験。ってそっから動いちゃダメだったのよ。ハチ公ビタ好き。ゾーンディフェンスぐらいもう。そう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 。ずっとハチ公の試合なんだから。東京都ゴーヤーマン、マブダチなら落書きでうちら最強と書いたプリクラを撮ってるはず。え？うちら最強。うん、あ。
そんなようなこと書いてある気がします、うん、あでもこの世に生まれたギャルだよって書いてますこれくらい実際スマホに今貼ってるんだよね。あでも入れてますね。みっちゃんとはやちゃんが2人で撮ったやつね、うん、あこれは友達な感じする友達、ね、ギャルなんでギャルです。ノリマわかんないんだけど、いまだにさチャリで来たっていうのがいじられるノリがわかんないんだけどさ、あれってどういうことなの。まあ、ネットのノリです。面白かったね。あネットのノリなんだ、はい、本人たちは別にバズらせようと思ってないってことでしょ。そうです、普通にだと思うよ、うん、でもそのなんかダサさとか、うん、微笑ましい感じとか面白かったんですよね。トータルでクスってなっちゃうっていう。あそうなんだ、うん、そんなん探したら山ほどありそうじゃん。確かに。なんであれだけそうなったんだろうね、うん、その男の子が恋愛リアリティショー出てたよ大人になって。そうなんだ。チャリで来たのあの人だと思って。すごい、うん、言ってるんでしょ触れ込みも。そう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 、うそうわあ男前になってっていう感じ。あそうなんだ、うん、よもぎもちさん1月1日から1月3日の間に会おうと思う人マブダチだって。あでもなんか、ね、会おうみたいな話してましたね。してあ今年来年のか。そうですそうです。お本当に、うんね、アウトレット行きたいみたいな。そう行きたいんだよね新品買えやいやいいんだけどさ、いいんだけどさ楽しいんだね。そうなんです、うんうん、分かりました。マブダチの定義です、クラウチングスマートフォン。マブダチなら本気でじゃんけんした時、うん、3回連続以上アイコが出ちゃうと思います、相性の良さなら見せてください。もう絶対結果が伴わないからやりません。これは絶対にそういう結果にならないんで。はい勝った負けた。山本さんそれはちょっと安直なんじゃないか。いいかやる方が安直だろこれ。いい加減してくれよ。信じてみようよ。お前責任持てよ。2人ぐらい仲良かったら楽勝だよ。お二人もやってくださいよ。だって仲良しだもん。いや俺ら終わんない。俺らもうじゃんけんじゃなくてお互いハート作っちゃってハートになって終わるから。ガシャーンってハート作ってあなんでだよってならないでこの二人に関しては可愛いってなって終わっちゃうんだバカじゃないのって言われねえから本当にしてると思われてんのかな。ちょっとじゃあ一回行ってみますか。しょうがない席がそこまで言うならお互いの目を見ても一発だけね、うん、もう一回勝負しよう。3回も楽勝だから、うん、最初はグー、はい、行こうじゃんけんぽい、はい、ほらもう勝っちゃった。はいアイコー、アイコー、ツイキャスあるぞ。ツイキャス見たぞみんな。まさか二人ともパーとグーでチョキでしたね。チョキでしたね。いやだからやめようっつったんだ俺こうなるから水かけ論だよ。水かけ論じゃねえよ。そうだそうだ帰れ。いや砂漠だっただろ今ここえ？やってくださいよ。僕らもやりますか。行こうか、うん、最初は9。あもうあってセールと最初はグーって言ったら俺が恥ずかしいじゃん。この前キュンが正解だけどやっぱ最初はキュンだろ。キュンは合わないよ絶対ね。最高最高でしょ。ありがとう。キュンキャキャじゃないのよ。蒸発してキュンがキュンじわキュンじわですもう笑ってませんえちょっと待って今日初めて来た女性が笑ってませんよ。あの俺が泣いた時に寒いとこにいたから涙固まっちゃうっていうピエンカチンってのがあるんですよ。ピエンカチ知らないですか。ピエンカチン、ね、それと一緒でキュンジュワーっていうキュンが熱すぎて蒸発しちゃうっていう、うん、じゃあちょっと今度ライブでやる、うん、やりましょう。やめた方がいいよあれ今も全然ウケないな。ピエンカチンも含めね。ピエカチですね。そうそうそれピエカチですね知らないんだよなあるじゃんお前そういうの。何がなんかそういうさギャグみたいなあるよあるよ。1個乗せる俺は生み出したよ、うん、ピエンカチンとキュンジュワーですよ。俺だからピエンドボチテドボチテってなる指先をこうツンツンってドボチテドボチテっつっていやそれは人のでしょドボチテドボチテは。いやいや俺のオリジナルよ。いや風大左衛門とかそういうやつでしょ。ピエンドボチテドボチテ、うん、心臓ブン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 丸。いやそれ池山ね。いや池山何かオリジナルの池山ねそれヤクルトのブンブンは大ハマりじゃないかこれ私やってますから。すぐ三振に振っちゃうからブンブン丸って言われたの、はい、三振かホームランだけ。 TikTok 始めようかな俺向いてますよこれで、マブダチもう一個眠い、はい、マブダチは河川敷でよく黄昏れています。うーん同志ってことかな。他愛のないことや将来のことなどいろいろ語り尽くしています。うーん外で語るのはまあちょっと親友みたいな感じもあるけど。そうなんですか。外ない？外ある？まあ、仕事からあんま外で。そうそう。本当は学校帰りとかだからね。あ、そうかそうか。ファミレスとかしかないですね。ファミレスですね。それファミレス集合すんの？
いやでもお仕事の後に行くことも多くて、2人でってことか。でもサイゼリアに行きたくて15分ぐらい歩いたことあるよね、うん、ある2駅先だとか言ってそう歩いたことないし、そこの駅のジョナサンとかじゃダメだったの？ダメです。サイゼリアシナモンフォカッチャがどうしても食べたくて、食べたくなってきたな。本当に美味しいんですから、うん、タクシー乗ったこともありマメタだからこれ乗ろうって言って、乗ろうって言ってシナモンフォカッチャのためにサイゼリア行ったね、うん、あ、そう、それバニラアイスとかも乗せるん？そうです、ついてるやつ、一緒に。あ、ついてるんだ。デザートだろう。でもデザートですね。あ、なるほどね。それはシナモンフォカッチャね、一押しです。で、出てきた。あ、出てきますね、調べると、うん、サイゼリアのね、シナモンフォカッチオって出てきましたけど、フォカッチオ、フォカッチャじゃなさそうです。あ、出たよ、コミコミおじさん。人のコミを笑ってたお二人いいですか。人の香味を笑うものはシナモンフォッカチオって書いてあります。フォッカじゃなかったっけ。フォッカじゃなかった。違います。シナモンフォッカじゃないですか。違います。ミルクアイスのせシナモンフォッカチオです。え、違う、これじゃない。見せてください、見せてください。なんかあの新しいやつがあるんですよ、それの。え、それ丸いですか、もしかして。これま、なんか俺が不利になってきたからやめます。雲行きが、雲行きが怪しくなってきた。はい、引き分け。コミおじさん、コミおじさん、はい、引き分けです。お二人も俺も間違えてました。引き分けでした。曲行きましょう。この後素敵なゲスト10時台いらっしゃいます。オーバートーンから矢上和樹さん登場します。その前に一曲、ラッドウィンプスとアカでスズメ。
はい、東京代々木のスタジオビビットから生放送中、タイムちゃんです。改めましてタイムマシン3号山本浩二です。はい、タイムマシン3号関ふたしです。はい、乃木坂46の八雲美和です。乃木坂46の林瑠奈です。さあ、ここからは素敵なゲストちゃんの登場です。みっちゃん、紹介お願いします。はい、本日のゲストちゃんは大阪で結成された4人組ボーカルグループオーバートーンのメンバー、うん、オーバートーンはそれぞれ自分が歌うパートの歌詞とメロディーを持ち寄って1曲を作り上げる方向にこだわっており、圧倒的な歌唱力に加え、その独特のリリックとメロディーが幅広い世代から支持されています。今年の3月にはメジャーデビューを果たし、今月7日にはメジャーセカンドアルバム、うん、ポップアップをリリースされました。そんな大注目のボーカルグループのメンバーが本日のゲスト、オーバートーンの矢上和樹さんです。はい、初登場ということです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ご自宅でしょうか？そうです。ずいぶん壁に追えられてますけれども、向こう犬めっちゃ吠える。廊下ですか今？そうなんですよ。廊下でやってくれてるの、ありがとうございます。ちゃん優先ですね。ね、もう単純に気になったんですけど、紹介でもありましたけど、いきなり中身からなんですけど、なんかそれぞれが自分歌うパートの歌詞とメロディー持ち寄ってってちょっとびっくりしたんですけど、なんかバラバラになっちゃいそうな気しますけども。そうですね、なんか誰かがサビを作ってくるんですけど、その作ってきたサビのなんかその内容、誰目線で誰に向けての曲なのかみたいなのを作った人がめっちゃ丁寧に説明して、それに合わせてそれぞれで書いてくるっていう感じでやってるんで、一応軸はあるんですね、それ用意込んで揃えるんじゃなくて、はい、なんかでもそのサビを作った人はそのサビへの前段を作りたい気はしちゃいそうですけどね。確かにそうです。でもなんかそこで揉めたこととか一回もないです、ね。ああ、そういう決め方にしようというのは結成当時から喋り始めたんですか？そうです。地元大阪なんですけど、はい、大阪でお世話になってる先輩がベリーグッドマンっていう方なんですけど、がもうそうやって曲をずっと作ってはったんで、なんかそれが普通やと思って始めましたね。はあ、そうですか。はい、いや、面白い決め方ですよね。そもそも皆さんはどうやって結成されたんですか？もともと僕、矢上と、はい、メンバーにグッチ、タクミ、アマノっていう3人がいるんですけど、僕とグッチとタクミがソロとかで活動してたんですよ、でライブハウスでライブとかしていくうちに知り合って仲良くなって、で、まあ、一緒にやってみるみたいな話になった時に、僕の地元の友達の天野っていうメンバーがすごい歌うまかったんですけど、なんか俺天野入れたいねんなみたいな、音楽活動もしてない天野のことを入れたいっていうふうに思って、提案したらなんかその素人入れるのは嫌やわみたいな空気になったんですけど、なんか天野がいいって言ったら入れようって言って天野に聞いたら、就活中にもかかわらずいいよって言ってきたんで、すごいな。そうなんだ。一番変なやつですね、天野。天野さんの人生をじゃあちょっと変えてしまったというか。そうですね、まあ、はい、そうなんだ。で、結果今天野さんも歌ってらっしゃるってことですもんね。めちゃめちゃ歌ってます。はあ、面白い経緯で、でそんな作り方っていうことですけれども、うん、そうですね。ね、そして今年の3月にはメジャーデビューを果たされたということで、はい、どうでしょう、まあ、夢でもありましたよね。そうですね、やっぱり一つの夢ではありました、ね、どうでしたか、そのメジャーデビュー前と後って変わりましたか？そうですね、結構やっぱりなんかその周りで一緒に動いてくれる 人の数がすごい増えたというか、でやっぱりこう何ですか、街で自分の曲を聴くようになったりとか、そういうのはやっぱり増えましたね。どうですか、街で聴くとちょっとこっぱずかしくなったりとか？いや、もうすぐ店員さんにこれ僕なんすよって言いたい。日誌強いですね。すごい。僕、店員さんなんて言うんですか、そういう時は？おーみたいな。全然信じてはくれない。業務外ですから、それに関しては。そう、お二人はどうですか、乃木坂のお二人は。自分の曲もちろん流れることあるでしょう、街中、耳にするときね。私踊り出しちゃいます。この間あったじゃん、だって2人で踊ったもん、ね、踊り出しました、二人で。二人だったらまあ二人はそうか、乗り切るか。一人ずつだったら入っちゃう。でもこの間私ちょうど渋谷にいた時にちょうどセンター街にかかってて、あるよね、そういうことも。
あ、これワイの曲やって思いながら撮りました。心の中でドヤ顔しながら、心の中でドヤ顔しながらですって思いながら、はい、誰にも気づかれず、誰にも気づかれず、ね、で、なるほど、結構みんな最近の方言うんですね、じゃあね、まあ、嬉しい、まあ、嬉しいですもんね。そうだね。で現在もストリートライブを行っているということですけれども、はい、なんでですか、メジャーデビューしたらちょっといいかなと思いません？逆にメジャーデビューしてから始めたんです。やったことなかったからやってみようって感じなんですか、それは。昔はしてたんですけど、もうオーバートーン結成してからしてなくて、でこうメジャーデビューしてやっぱりこの SNS の力の偉大さというか、はいはい、それがやっぱこのコロナ禍でライブ減った時にすごいこう身に染みたというか、なんでメジャーデビューをきっかけにちょっとやってみいひんみたいなことで、ちょっとずつ始めて今はちょくちょくって感じでやってますね。その路上ライブの様子を SNS に上げたりってことですか？そうですね、それもやってらっしゃる、はい、そうです。どうですか、反応っていうのは、世間の。この間、初めて東京で路上ライブしたんですけど、どこら辺差し支えなければ、新宿なんですけど、それをファンの方が僕らが歌ってるやつの動画を撮って、TikTok に上げてくださったんですよ、はいはい、で今流行ってるヒゲダンのサブタイトルって曲なんですけど、それが2日ぐらいで100万回再生超えて、すごい。それでやっぱすごいな SNS みたいな。俺も新宿で歌おうかな、サブタイトル歌おうかな俺も。すごいですね、でも、これだからこう有名な曲だからこそ本当に上手くないときっと再生されないと思うんですよ、うん、そうだと思う、それはすごいことですよ、まあ、勇気いりますか、やっぱり路上ライブっていうのは。止まってくれない時もあるじゃないですか。そう、最初はなんか結構告知とかせずにやってて、やっぱ心折れそうになったりしたんで、とりあえず告知してお客さんにまず来てもらって、ってしようってなって、告知するようになってからはやっぱり楽しいですね。いっぱい人が来てくれるんで。そうかそうか。最初はでも自分たちのことを知らない人たちの前でやるわけですもんね。あ、そうなんですよ。それ集めるところからとかなかなか大変だよな。そうですね。そうだよな。サイレントは見てるんですか、ちなみに。あ、見てないんですけど、ちょっと見よう。たっぷり話しようと思ったのに、俺。残念でした。誰も見てないんじゃない、ここのチーム。見てない。見てない。女子全員見てるものだと思ってたけど。ノー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 。あ、そんなことない。山本さん、三軍のお二人ですよ。あ、そうか。そういうことです。俺と関の嫁だけじゃ見てるの、じゃあ。そうですよ。帰ってからよくわかんない話ずっと聞かされるんですから、私。いいじゃん、よくわかんないなって言わずに。逆になんかドラマとか、まあ映画、お笑い、何のジャンルもいいですけど、何ハマってらっしゃいます？僕ね、お笑いがむちゃくちゃ好きなんですよ。そうなんですか。もうタイムマシンさんもすごい好きなんですけど、お笑い番付でいうと我々何番目ですか？出たよ。58番目です。でもいいな、具体的な数字言った。2桁はあるよ。こんだけいる中での、うちの乃木坂の同役場が言うには、ジョイマンの一個下って言ってました。はい。コメント天才じゃないですか。ジョイマンのコメント天才。で今日いる林ちゃんもお笑い好きだって言ってて、はい、ね、嬉しいですよね、お笑い好きな人多いのは、ね、ネタを見るのが好きなんですか？そうです、ネタも好きなんですけど、なんか結構あのオープニングトークとかあるじゃないですか、バラエティ番組の。ありますね、はいはい、ああいうのを見るのが好きなんですよ。もしかしてこう自分たちのなんだ トークの参考にしたりとかも。結構つかみ すごい上手な方とかやっぱいらっしゃるじゃないですか。そうですね、だからそういうのをちょっと参考にさせてもらったりとかはちょくちょくありますね。へえ。トークでいうと誰がお好きなんですか？トークですか、うん、そうですね、最近は誰やろう、まあというか最近ハマってるのが粗品さんなんですよ。はいはいはい、はいはいはい、YouTube、でなんかファーストトークっていうのを上げてらっしゃって、私も見てます。ファーストテイクならめっちゃ見てる、見てます。面白いですよね、面白い、上手で本当に。そう、なんか1時間ノーカットで喋り続けるのを、なるほど、
2本上げてはるんですけど、ほう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 、それもどっちも5回ぐらい見てます。めっちゃ見てる。みちゃんもそれ見てて。私の妹が好きで。ああそうなんだ。ずっと見てるんで勧められて見ましたね。あなるほど、上手ですやっぱり。それもお笑い好きということで、はい、ある程度江上さん人となり分かってきましたので、もっと知るためにパーソナルに関するクイズを出してもらいます。はい、お願いします。僕、はい、コロナ禍になってから、うん、30キロぐらい痩せたんですよ。全然イメージつかない、うん、あれ何キロだったんですか。もともと90キロぐらいあって。ああそうなんだ。今も60ちょっとぐらいなんですけど。わあすごい。なんですけどその中で、うん、ダイエットが終わってから、うん、飲めなくなったものがあるんですよ。あ昔飲んでたのに、うん、そうです、うん、はいはい、まあ、飲めなくなった1個じゃないんですけど、結構幅広く飲めなくなったものがあるんですけど、それ何だと思いますか。おお、それシンプルに固有名詞ですか、それともなんか幅広く呼び名があるもの。そうですね、まあなんかいろんな種類があるって感じです。もう僕は分かりました、これは。あそう、はい、はい、ちょっと曲の最中考えましょうか。はい、はい、というわけで1曲曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。オーバートーンで論外。
はい、というわけで先ほどのパーソナルクイズの答えを我々答えますけれども、もう一度問題をおさらいお願いします。はい、僕がダイエットを経て飲めなくなったものは何でしょうか。はい、じゃあ僕行かせていただいていいですか。はい、なんか甘い炭酸飲料が飲めなくなったのかなと思うんですけど、こういう飯だと、まあ、あれだから、まあコーラってこういう飯じゃないですもんね、うん、そうです、うん、コーラ、はい、おどこのメーカーも問わず。なるほど、なるほど、はい、じゃあ私、あ、なんとも言ってんの、うん、私いいですか。どうぞ。私はお酒、はい、おお、アルコールがちょっと苦手になっちゃったかなっていう、うん、なるほどね、うん、私いいですか、うん、あっちゃん。私はシェイク。シェイク、うん、大好きだったんだ、うん、それまでは。はいはいはい、はい、うん、あるある、うんうん、さあ鈴木さん。いや全然もう話が全然違います。もうラーメンのスープとかそういうことですよ。あなるほど、すごい。もうラーメンのスープか、はま寿司に置いてあるアナゴのタレです。あれ飲むもんじゃないからね。何個でも使っていいですから、ね、飲むもんじゃないから。もう笑っちゃってますよね今。すごいですね。さあというわけで お答えお願いします。はい、僕が飲めなくなったものは、うん、甘い炭酸飲料です。あれ、今の絶対やるかい。言っただろ、甘い炭酸飲料だって言っただろ。俺山本の方、今どう考えても山本の正解の風味出てた。やっぱりなんで今ラーメンのスープで笑ったんですか、うん、いやいや、すごい角度えぐいなと思って。あ、ありがとうございます。やっぱり お互いぽっちゃりだった時期、天石さん今がつまってるから取られたなと思って。はま寿司のアナゴのタレじゃないか。違いますよ。そうじゃなくて本当にラーメンのスープ当てに行きましたよね。はい、違いました。かっこ悪い。炭酸飲料が飲めなくなった。そうなんですよ、めっちゃ苦手になっちゃって。おお、それは何、もう脳をそういう風に調教したってことですか。いや、なんか美味しくないって思っちゃうんですよね。それまではずっと好きで、うん、なんですか。それまでは結構ずっと好きで飲まれてたんですか。めっちゃ好きでしたね。そっから、なんか甘いものが苦手になっちゃって、うん、水とかお茶に切り替えて。そうです。そもそもなんでそんな超えちゃったんですか。なんすかね、うん、やっぱり先輩がいっぱいご飯連れてってくれるようになって。なんか具体的な理由、これに偏ってるからとか、米好き、ジュース好きなんですけど。あ、うん、でもラーメンめっちゃ食べてますね。ラーメンだやっぱりね。うん、美味しいですもんね。めっちゃ食べましたね。その替え玉めっちゃいっちゃうんですよね。ああ、いっちゃう、量食うんだ。僕替え玉6とかいくんですよ。うわ、すごい。そうなんです。めっちゃすごい。プロ。なんでそっから6時にしようと思ったんですか。いや、なんかライブ1曲目でバテちゃって。あ、これやばすぎると思って。あ、単純にじゃあそれいろいろ抜いてったら食べ物を先生したら痩せたと。そうです、そうです。へー、はい、というわけで意外な角度、山本の炭酸飲料でございました。さあというわけで残念ながらお時間来てしまいましたけれども、はい、お知らせありましたらお願いします。はい、はい、この度メジャーセカンドアルバムポップアップをリリースいたしまして、うん、12月の24日から、オーバートンライブツアー2022-2023ポップアップと題しました全国ツアーがスタートいたします。はい、はい、詳しくはホームページ等を見ていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。最後にこれを聞いているリスナーに一言ありましたらお願いします。はい、まずこの全国ツアーを成功させて、うん、まあ、目標としては僕たち J-POP っていうジャンルの音楽をやってるんですけど、うん、J-POP で日本で一番になるのが夢なので。でかい、はい、うん、はい、やっぱりその J-POP で日本一になって、うん、またこの FM 富士に次はゲスト、スタジオゲストとして参加させていただければと思います。よろしくお願いします。日本一の人は来てくれますかね。確かに、うん、日本一になったらここまでないかも。いや大丈夫、来ますよ。来ますか。過去スピッツさんも来たんですよ。ああ確かに、それはそうだ。その時は我々でっかい炭酸飲料持って待ってますんで。はい、はい、待ってます。飲み干してくださいね。お願いします。もうほぼ嫌がらせやん。ありがとうございました。はい、では最後に曲紹介お願いします。はい、本当に今日はありがとうございました、はい、最後聞いてください。オーバートーンで赤い線。さあというわけで本日のゲストはオーバートーンの矢上和樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
さあというわけで改めまして自己紹介させてください。タイムマシン3号山本浩二です。はい、タイムマシン3号関ふとしです。はい、乃木坂46の矢久美代です。乃木坂46の林瑠奈です。どうですか林ちゃん、ここまでもう1時間半もう終わるけど、ほぼほぼいやあっという間すぎて、とんでもなく楽しかったです。本当に早いね、うん、あ終わりはしないのよ。でも終わりかけてるってだけで、終わりかけてます。そうですよね、終わらないでほしいよ。意外とでもオフの時めっちゃ楽しそうだね。オフじゃないときオフじゃないときそれだ楽しそうですよ。それだみたいなテンションを出すよね、うん、女友達のこの感じ。だってここじゃ出せないじゃないですか。まあそりゃそうなんだけど、山本さんが面白すぎてもう誰が俺が俺面白いのよ、ね、すんずれしました。本当にあら面白い出ました。すんずれしました。すんずれしましたなんて。すんずれしました。これはもう乃木ちゃんの、はい、お楽しみのコーナーいっちゃいましょうか、はいはい、こちらお願いします。正解しないで乃木坂46クイズ。はい、乃木坂46の楽曲オンエアと告知をかけたクイズコーナーです。はい、今回林ちゃん、はい、乃木坂46に関するクイズを出してもらいます。お願いします。リスナーちゃんはですね、そのクイズの回答を素早くメールで送ってください、うん、もしコーナーの最中に正解のメールが紹介されなければ乃木坂チームの勝利、はい、告知と曲紹介を行うことができます、はい、まあ、今回それで来ましたからね林ちゃんはね、うん、そうなんですよ。でみんな当てたいだろうね林ちゃんのクイズ ね、 そうだね。確かに俺は知ってるの詳しいのっていうね、うんうんうん、なるほどなるほど。一発目だから有料クイズが残ってるでしょまだ。みっちゃんのみっちゃんからもう出がらしクイズしか残ってないですもん。そういうことなんですよ。そういうことですよ。本当にクソみたいなクイズが乗ってますよ。どうしようっけ、あ、出てた、残ってます、はい、どうしようどうしようどうしよう、残っちゃった、排泄物みたいなクイズしか残ってません。無理ですよ。もっとダメじゃないですか。シソにしますか。シソみたいな、そうじゃなくてね、シソみたいな。失礼しました。素敵なね、シソみたいなクイズしか残ってないということで、どうですかクイズ。クイズでも考えました、ね、さっき、うん、た、はい、ありがとう、教えてくれじゃあ、はい、うん、この間、うん、ちょうどヤクボとご飯を食べに行ったんですけど、その日に食べたデザートはかき氷ですが、うん、ですがですが問題、その前に食べた料理は何でしょう。かき氷を食べれるとこってことだよね。そうです。あ、確かにヒントかもそれ。同じお店でしょ。そうです。あ、同じじゃないよね。同じじゃないんですけど、新大久保に行ってきました。これあ、なるほど、ね、ヒントです。ヒント、大ヒント、うんうん、はい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 、言ってちゃいそうだけどな、みんな。あれ、俺らもこの前彦摩呂さんと新大久保でかき氷食ったよな。食べたね、な、同じとこかもしれない。あれ、俺らプライベートだっけ。いや、そんなわけない。仲良しさん、なんか俺とお前と彦摩呂さんでプライベート行くんだよ。プライベートだったっけ。なんか2階のちょっと韓国料理っていう感じのかき氷屋さん、うん、そこおしゃれだったよ。なんかロールケーキみたいな長いかき氷で、そう、あ、待って、行ったことあるかもしれない、うん、あ、本当になんか素敵なとこだった。で、かき氷の前に何食べたかってことね。そうです。もちろん大久保ってのは大きなヒントですか。大ヒントじゃないですか、うん、なんならの、わかりました。これ皆さんがぜひ考えていただいて、はい、当ててください。阻止しましょう、阻止しましょう、はい、どういうモチベーションなんだろうな、みんなはな。どうなんだろう、乃木坂ファンが告知を阻止する、うん、そうです。だってみんな告知してほしいと思ってくれてるから、うんうんうん、でも当てたいよね、やっぱりね。そっか、当てたい。でも絶対に当たらないと思う、ね、はい、すごいとも言われてるからね、うん、そうだね。皆さん、じゃあかき氷の前の、はい、何料理食べたか教えていただきたいと思います、うん、お願いします。アドレスは tmy@fmfuji.jp tmy@fmfuji.jp です。さあ、メールが届くまでじゃあ感想とかいろいろ来てます。はい、千葉県、小林部活辞めるってよ。生まれてこの方20年、実家の正面がサイゼリアです。お、すごい、私有識者でございます。来た、有識者来た。辛味チキン、そしてシナモンフォッカチオです。え、色は認めません。絶対シナモンフォッカだ。全然認めてくんないよ。え、絶対、だって私だって目の前なんだよ、家の。いや、フォカッチャって言ってて、いや、フォカッチャじゃなくてフォッカッ、あ、ちゃ、なんだっけ、フォッカッチャって言ってて、フォッカッチャって言ってて、フォカッチャ違うよ、フォカッチャだ、フォカッチャだって言ったけど、フォッカちゃんだよ、フォッカちゃんだよ、フォッカちゃんだよ、え、おっかさんでしょ、どれだっけ、でっ、あれ、おっかさん、おっかちゃん、あれ、え、フォッカじゃないの、フォカッチャなんだね。フォカッチャはあるよ、でも、うん、フォカッチャ、チャチャチャっていう深津絵里さんが、うん、なんか CM やってたよ、あのパンとかね、そうそうそう、パンのやつ、うん、それとまた違うのもんね、フォカッチャなんだ、違うんですね、それがピザ、ピッツァみたいなもんかな、あー、そうかもね、うん、そもそもサイゼリア、サイゼリア、あー、それ怒られますよ、なんか間違えると、これそうだよね、ミルクボーイがよく言ってるよね、怖い、怖い、サイゼリアっぽい、あ、いや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 、
ジョナスン絶対違うだろ。サンなんでスンなんだよ。どっち、うん、ジョナサンサンね。サン、うん、オッケー、お腹いっぱい食べようね。サイゼリアにはシナモンフォカッチャでも、うん、フォカッチオでもなく、うん、プチフォッカという商品が売られてる。あ、それと勘違いじゃない？違いますか？プチフォッカだ。ちっちゃいやつってこと？プチフォッカにシナモンとアイスがついてくるやつです、うん、そうです。私たちが言ってるやつ。あ、シナモンフォカッチャもあるしフォッカッチオもある。プチフォカッチャちょっと波紋が広がっています。めっちゃ来てるよ。トンちゃん、ドンちゃん、サイゼリアはフォッカッチャではなくフォッカチオ呼びですね。フォッカッチャ呼びはガストです、うん。え、ちょっと待って、もう一回どっち？トンちゃん、ドンちゃん、どっち？そっちはどっちでもいい。ドンちゃんね。ドンちゃんね。ドンちゃん。トンちゃん。フォッカッチャでなくて、フォッカチオでもなくて、フォッカチオガスト。違うとこだと呼び方変わるのか。あ、じゃあフォッカのところだけ記憶してて、そうだね。曖昧だったんだね。フォッカチオだったんだ。フォッカチオ。なるほど。ちょっとこれは疑惑ですね。はい、うん、そうなんだ。フォカッチャじゃなくて、フォッカッチャだって。うわ、また難しい、うん、フォカッチャじゃないんだって、フォッカッチャだって。ほら言ったじゃん、なんかフォッカッチャだって。そうそう、フォッカッチャ。ちょ、あなたはフォカッチャって言ったんだよ、最初。違う、最初あなたがフォカッチャって言ったんだよ。山本がデカッチャって言ったんだよ。俺はデカッチャって言った。山本がデカッチャって言ったんだよ。最初はフォッカッチャって言ったよ。あ、そう、フォッカッチャ、フォッカッチャで、フォッカッチャですよね。え、フォッカッチャですよね。俺、うまかっちゃんって言ってんの、俺は。俺、うまかっちゃんって言ったんだよ。なはっきりさせようよ。もうだ、フォカッチャ、フォッカッチャだよ。答えが出ないね、今日は。チェルミツさん、香味おじさん、香味おじさん、アボガド、アボカドだって。アボ、うん、ガド。違いますよ、カドですよ。え、アボガドじゃない。アボカドです。茨城県です。茨城、アボカド、アボカド、はい、サイゼリア、ヤ、ヤ、サイゼリヤです。花屋、ヤフー、ヨヘイです。ヨヘイです、あれは。わかんねえよ。カンパチ太郎、これだと香味おじさん、香味おじさんの香がもう香るって字になってます。もううまそうじゃねえか。ウィンナーの香薫の香の字、辛味じゃないです、はい、唐揚げも香味揚げと言いますか。いや、こいつ間違えてるから、ね、そうそうそう、漢字間違いから入り口のやつに言われたくないんだよ。辛味と香味にちょっと違うんですよね。う、香味は本当に美味しそうじゃないか。でも香味だったら多分この香味だよね、きっとね。そうですよね。だから、まあね、あの辛いに味で香味って読むわけがないよ、うん、だから席間違ってるよ、うん、絶対。あれ、みんな辛味って読むかな。おい、かん、こうって読むの幸せって読むよ。おい、かん、いや、席でしょ、間違ってますよ、それはみたいなもんでしょ。おい、かんた、なんですか、言う、悔しいだろ、やっぱり。いや、悔しいけど、かんたって言われると。いや、そう、かんたじゃないですから、うん、小寺にこうた。へい、香味おじさん、最近いいなと思ったスパイス教えて。へい、最近いいなと思ったんです。みんな香味おじさんって、そうだわ、もう香るの方になってるわ。そもそも分かってないんだよ、このラジオのノリでいじってくるけど。辛いっていう字で遊んでんのに。そう、香味、うんうん、そうでしょ。絶対さじめてこと。香味、あ、もう香味おじさん、最近のおすすめソング教えてや。もう香味おじさんが、もう香味がもう広瀬香味の美しいになってます、もう。はい、もう完全に香味の方になってます。そっち、はい、広瀬香味おじさんが。そうですね、はい、悔しいね。だから間違えて知識をひけらかさないようにってことなんですよ。うん、でも香味チキンに関しては、はい、俺はそっちに変えてもいいんじゃないかなと思って。あると思うんだ、香味チキンっていう言葉は絶対に。だけどそれは別の唐揚げ屋さんが出してたりとか、別の冷凍食品で香味チキンとかあると思う。だけど香味野菜とか言いますよね。あ、香味野菜言うね。辛味チキンになると、うん、少しだけ美味しくなさそうです、ね。いやいや、スパイシー感増すじゃん。うん、ね、辛味っていいじゃないですか。うん、お、試合が始まったぞ。終わったんだろう。辛味っていうのはやっぱりね。絶対終わっただろう。生産性のね話。時間ですか？む、ノンシュガーな無砂糖。あ、クイズだ、ごめんごめん、クイズだ。そうだ。クイズやってました、ね。何をかき氷の前に食べたか。そう、はい、私たちのご飯。トッポギ。違います。美味しそうだけどな。二人で一緒に食ったんだっけ？そうですね。はい、食べました。あの、ちょい半屋台みたいなののトッポギ美味しいよね。美味しい、ね、美味しいね、うん。キッチンカーみたいなで売ってるやつね。ありますよね。チーズトッポギとかもいいな。独特の辛さいいよね。美味しいです。美味しい、食べた。ただの院長、正解はホイコーローです。違います。ですかでしょ？言い切らないで、林ちゃんじゃないんだからあなたは。ホイコーロー。
なんで新大久保からホイコーローなんですかね。ね、外しに来てくれてんじゃない。このそういうことか、ごめんなさい。セブンスリージャック、ちょっと謝った。綿菓子ですね。かわいい。違いますね。かき氷の前綿菓子行くわけないじゃんね。行くわけないな。浮かれすぎだよね。考えてもうちょっと。かわいいけど。いや、外しに来てんじゃない。もう送った締め切り来たけど、ヒント教えて。ヒントは、これ意味のないヒントなんだ。爆弾から始まります。あ爆弾なんてだって爆弾、うん、爆弾だもんね。爆弾まるまるです。そのまるまるが分かればね。そうだね、それはそんな珍しくないと思います。そう、爆弾が多分みんな出てこないんだよね。うん、うん、なるほど。爆弾から後になる料理なんて限られてるじゃん。って謎の生命体ペケボ、新大久保だったらこれだ、うん、爆弾再生風ミラノドリアだないでしょ。違います。そういうことね。ミラノドリア食べるけどよく山内家の眠い、ね、チーズ流れ星。あ、近いでも。え、何それ。チーズ流れ星知らないわ。わかんないです。わかんないけど。でもちょっとわかんないのに。何チーズ、なんかあれだよ、星を噛むとこうキラキラチーズが伸びたりとかして、かわいい。シラシラーンってなるんじゃないの。イメージはね、ハットクみたいな感じでさ。近いものを感じました今。五感がかな。頭の中でさ、だけマキオカリーのカレー。これだからカモメンタルですね。なあ。うん、なあだよね、もうね。なあだよね、こんなの。あーでも、あーでもね。そう。なあ。お前みたいなエネルギーはなあをプレゼントしてあげるよ。なあ出ました。眠い、錦鯉の長谷川さん。いや、何のクイズでしたっけこれ。爆弾錦鯉の。何のクイズですか。どういうボケなのか。そうだよね。50だっつって。誰だ。はい、この中で正解はあったでしょうか。なかったですね、残念ながら。あ、当てたいな。爆弾で爆弾おにぎりがあるの。おにぎり、でも違うんです。違うんですよ。くっつかないだろうみたいなのにくっついてくるんですよ。そうなんですよ。どういうこと。くっつかない。たこ焼きってこと。爆弾パンナコッタとかってそういうこと。あ、そう、そういうことです。なるほどね。いわゆるそんな感じです。じゃ横文字の爆弾スパゲティとかそういうことかな。あ、そういうことじゃない。爆弾ドリア。なんでしょう正解。正解は、うん、爆弾キムチチーズチャーハンです。キムチチーズ、どの辺が爆弾なのそれ。どういうこと。なんかこうチャーハンがまずこう爆弾みたいな丸い形でこう、うんうん、あ、半円じゃなくて。そうです、そうなんです。下も丸いんだ。ちょっと結構ね、爆弾みたいなギュッギュッてされてて、うん、その周りをもうチーズの海が、うん、そう、海なんです。ダクダクにチーズが入ってて上にこう目玉焼きが乗ってるっていう、うんうんうん、お堀のような形で周りで埋め尽くされてて、うん、熱い鉄板で切って、ね、それが美味しいんだ。美味しかった食べたね、いっぱい食べました。林さんさ、はい、あの最初の方にさ、うん、みっちゃんがさ意外とバカですよって言ったじゃん、はい、話聞いたらさ、今日3回ぐらいマイクに手当ててんのね見てた。この見てました。バカなんじゃないかなと思って見てたの。だんだんと距離感、距離感、本当に、うんうん、もう一回当たって、ね、はぁみたいな顔してんだけど。そう、あんたで距離感を自分で考えなさいって本当に申し訳ない。考えたら当たんないんだからね。本当に申し訳ない。いいコンビだなこの二人。確かにね、コンビネーションは非常にいいですよ、うん、よかったね。チャーハンか、当たんなかったね。そうな、よかった。それってさ、外で食べるんでしょ。でもそうですよ、持ってってことだよね。え、あ、そうなの。あ、でもお店に入ってみて。あ、あるんだ。はい、屋台って感じじゃないのね。そうなんですよ。うん、さあ、というわけで残念ながら、はい、不正解だったので告知と曲紹介ゲットでございます。やったー、来ました。はい、さあじゃあ、お聴きくださいからいきますか。はい、あしあしちゃんに紹介してもらいましょう。はい、はい、この曲はですね、あの先日ミュージックビデオが公開されたんですけど、うん、あのユニットに参加しているメンバー5人がスマートフォンのカメラでお互いを撮り合ったのを、うん、私があの伊藤修斗監督っていう乃木坂でもお世話になってる監督に協力してもらいながら編集をしたミュージックビデオが先日公開されまして、乃木坂では珍しいあのラップが印象的な曲なので皆さんぜひ聴いてください。乃木坂46で後の祭り。
お送りした曲は乃木坂46で後の祭りでした。ではここで私からお知らせをさせてください。どうぞ。乃木坂46 31枚目のシングル、ここにはないものが今週リリースされました、うん、音楽配信サイトでも配信されています。そして矢久保美穂ちゃんも出演しているアンダーライブが開催されています、はい、明日は愛知県ゼップ名古屋です、うん、あとはあれだよね、大阪公演の16日がまだ見に行けるそうなので、うん、皆さん絶対に行ってください、はい、あとね、はい、横浜公演も配信もありますので、ぜひ、ね、お家からも応援してくれると嬉しいです、うん、はい、絶対に見てください、はい、以上乃木坂46からのお知らせでした、はい。はい、香味メールいただいております。辛味だから、そんなバナナ正規さん、はい、調べてみたところ過去にケンタッキーに香る味と書く香味チキン、なるほどな、という商品が売っていました。もしかしたらそのことをずっと頭の中に残ってるんじゃないでしょうか。なるほどね、うん、あるかもしれません。香味っていうのがなんか美味しいものの響きとして僕の中にはあります。確かに美味しそうだね、辛味チキン。辛味と香味って聞くと、まあ香味の方が大人っぽくて、そうなんだよね、ちょっとね焼いたようなふんわりとしていい匂い、うんうん、で食べたで私が言ってますから、うん、それをこれは香味だなといやでも振り仮名まで書いてあったっておっしゃるんで、うん、サイゼリアには、うん、まあね、間違いなく辛味ではあったんだと思います。いやまあそうだと思いますけど、はいはいはい、春は明け物僕の明け物、辛味おじさんは、うん、カラオケのことをコーケって呼ぶんですか。そのカラは言いませんよ別に、カタカナでしょだって、はいはいはい、でもカラのことをこうっていうことはそうですよね。もう今から真剣に謝るから二度とこのメールを読まないでください謝らなくていいんで、読まないで、読ませてください、謝らなくていいんで、正式に土下座しますね今。韓流アイドル女子のやつもあれもこうですかね、あれはね、何ですか、どのこと言ってるんですか、なカラのこと言ってますか、こうですかね、あれもね、カラだけだと分かりづらすぎるでしょそういうことね、こう卵のこうとは言いませんよDJ こうじゃ逆になる、そうですね、 DJ カラカラとは言いません。よくお気づきで、すげえ、すげえね、 DJ カラ、 DJ カラだ、そうすごい。じゃあカラモンは何ですか。いや、よくアイドルがいる前でよくないね、カラモンって何ですか本当に笑っちゃったよ、あんた笑っちゃないよ、小一大学生出ましたよこちらのアイドルの方から、あんた笑うじゃないよ朝カップリがもうカラモンで笑ったアイドルとして今後は最悪、最悪見てください、許さないよ、本当だね、あんた許さないわよ見てください、ヒロメ、辛味おじさん、はい、アンパンマン、それともアンパン麺、どっちでしょうか。いや、アンパン、マン、マンと麺はマン、チャーシューマンですか、チャーシュー麺なんですか、じゃあ何、いや俺が聞いたんだよ、どういうことですか、俺がジャッジするタイプじゃないんだよ、マブダチとの音声届いて、いや募集したっけ、あしたは、音声コーナー来ました、マブダチとの音声届いています、どういうことよ、あそういうことか、モハメド有田焼、マブダチと2人で楽しくカエルの歌を臨唱しました、うん、2人のやつ送ってください、お願いします。カエルの歌が、はい、うわ、いた、あ本当に歌える歌が、
いや照れてるよ、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 無理やり、うわ笑ってるよ二人で、笑ってるよ、ボケして笑っちゃったよ。でマブダチ弟って書いてある。そうだろ、俺も思ったよ。兄弟でやってるよ。絶対この時間だって兄弟だろ。そうか、確かに家にいますもんね、この時間。お兄ちゃんが誘った、やっぱり。お兄ちゃんが誘ったと思う。でも弟がお兄ちゃんお願いっていうパターンもあるよ。うん、あ、いくつ？いや、お兄ちゃんだと思うな、俺。いや、書いてないな。でも、10代だろうな。まあまあまあ。20代の兄弟はこれやらないだろう。やっぱ30代とかどうしますか？逆に50代、もう。ああ、一緒なんで。何の逆か分かんないけど。そう。続き、モジャレス・ヤクボスキー40歳。あ、何？モジャリスト・ヤクボスキー40歳、83代目ヤスさん23歳、ヤーパーマン20歳。僕たち3人はマブダチ、大阪アホンダラ、あ、ごめんなさい、大阪アホンダラ、ちょっと、ごめんなさい、なんか俺、どうしたの？ウルフルズの曲みたいになってた、ね、大阪アホンダラ更新曲、ストラットみたいな、聞いてよ、アホンダチバカン、俺たちアホンダラ、大阪アホンダラライブ、全然違うじゃん、ちゃんと読んで、何？違う、入っちゃこないのよ、なんか、太字で、ワイラは大阪やって書いてあったから、アホンダラって読んじゃったのね。全然違うじゃん、もう。アンダラね。アンダライブ、はい。アンダラっていう言葉があんまり脳にないから。浸透してないですもんね。アンダライブってことね。そうです、アンダーライブ訳して、アンダラ。アホンダラってことね。俺たちアホンダラ大阪3人しよう。俺たち3人はマブダチやね。アホンダラライブ来てや。で、なんだこいつらが。で、それが3人で参戦しますってことを送ってきてるってこと。音声ってこと？やーさん。やーパン。もうじゃん、せーの、ピロリンだってよ。なんか聞いた？ LINE 来てるよ。通知なんか来てるよ。消せよ、声一個一個。これ何、同時通話で撮ってんじゃないの？多分そうだね。そういう、合わせてですかね。相手のピロリンはな。いや、結果はホンダラだったろ、それ。あ、ホンダラだった。だろ？合ってた、ホンダラで。そうですね。そうだよ。はい、ガチは以上ということで。はい。こう複数だったのは多分本当に今が大事上で、あとは嘘つきからちょっと晒していきます、これは。はい、多分一人を二役してんじゃないきっと。やれやれ。いや、そうよ、友達いないからこれ聞いてんだから。うん、僕のマブダチとの完璧なコンビネーションをお願いします。俺たちマブダチだよな。マーボー、マーボー、マーボー。激ヤバ、激ヤバだろ。終わりだよこれで。あー怖い。いや、やばいよ。だこういうのからだから出禁にしていかないと、林ちゃんね。これちゃんとアドレスとか聞いてブロックしてからで、こういうの大事ですね。今最後のフーって嫌だったね。そう、嫌だったね。一息ついた感じが。ミミとかそれは広め。こんにちは。今日はうなぴょしの友達と一緒にタイムちゃん聞いてます。怖い怖い。おい、なんか喋れよ。あ、うなぴいつも応援してます。私の責任になるよ。いや、そうですよ。あんた、ごめんなさい。ルナピーです。ファントレスのメールでお説教します。はい、お願いいたします。あなたのファンですよね、今の方。はい、申し訳ないですね。何ですか、本当に。だからミミミって最初、あれじゃない、ルールルーとかって言ってたからじゃない。ああ、そうそうじゃない。そういうこと、そういうこと。うん、ボボボーとか言ってたからでしょ。ミミミとかそういうの、そういうとこから来てるわけでしょ。ヤパーマン、友達と聞いてます、タイムちゃん面白いです。いやー、今日のタイムちゃんも面白いね。面白い、面白い、面白い、一番面白くない声のトーン。低くするやつと高くするやつは一番面白くないやつ。本当に面白いよね。面白い、面白い、面白い。ミラバ決勝だ、ミラバ決勝。あのバカ。いや、もう出たくないだろう。このラジオもう。いや、めっちゃ楽しかったです。すごい楽しかったです。乗せるなよ、こういうやつらを。もうよっしゃ、はい、というわけで、まあ、一応誰も友達いない。はい、普通の間さんにもリモートっぽかったし、なんかリモートっぽかったし、ね、弟が唯一の兄弟、そう、唯一の複数兄弟、誰かと二人でってないか。はい、ちょっとじゃあ林ちゃん特別で曲紹介お願いしようかな。お、あ、みちゃんでいきます。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、みちゃんお願いします。31枚目シングルに収録されるアンダー楽曲です。中村玲乃さんがセンターを務めるかっこいいダンスナンバーとなっています。聴いてください。乃木坂46で悪い成分。
さあ東京代々木のスタジオビビットから生放送でお送りしてきましたタイムちゃんですけれども、はい、もうエンディングです。みっちゃん、天気お願いします。はい、関東甲信地方の明日の天気です。明日の関東甲信地方は広い範囲で晴れるでしょう。空気が乾燥し風が強めに吹くところがありますので、火の元や火の取り扱いにお気をつけください。明日午前の降水確率は東京 0%、 山梨中西部 20%、 東部富士五湖 0%、 明日午後の降水確率は東京 0%、 山梨中西部 10%、 東部富士五湖 0%。 明日朝の予想最低気温は東京5度、甲府1度、河口湖1度となっています。明日の予想最高気温は東京14度、甲府11度、河口湖8度となっています。はい、はい、というわけでここで番組から大事なお知らせでございます、うん、2023年一発目となる1月3日の放送は今回収録回となります、うん、はい、なので今のうちにメールの募集をさせてください、はい、皆さん紙とペンの用意を、はい、まずはテーマメールなんですけども、それがですね、ウサギになったらやりたいこと。なんでだよ確かにね、来年のえとはウサギということで、うん、あなたがもしウサギになったらやってみたいことを送ってください。丸いうんちでゲートボールをしてみたい。なんでそんなことするんだよ。目薬を刺してみたい、うん、鼻をヒクヒクする力で電力を生みたい、うん、ウサギだからな、うん、とか送ってくださ い、 いよ。続いてコーナーはですね、ベビーみっちゃんに教える大人マナー塾、うん、テーマは成人式でのマナーになります、うん、あなたが知っている成人式で恥をかかないためのマナーを送ってください、うん、なおこちら注意してほしいんですけども、うん、次回12月20日の放送ではクリスマスのマナーを紹介しますので、うん、そちらとはまた別で、こちら成人式でのマナーを収録回分で送ってください。お願いします。そして、今年のお正月にもやったんですけども、やったっけこれ。お正月っぽい音声、うん、やったやった。皆さんのお正月っぽい音声を募集しております。どんなの来た、どんなのだっけ。そら、獅子脅しとかなんかおこととか、はい、あったかもしれない ね、 ね、うん、ぜひぜひ皆さん、せっかくなんで縁起の良さそうな音たくさん送っていただきたいと思います、うん、さあそしてその以上のメールをですね、うん、12月20日火曜日の正午までに送ってください、うん、はいはい、ね、差しのいい方はお分かりかもしれませんけども、うん、次回の放送終わりに我々収録しますので、うん、そうかそうか、多分新春一発目の放送少しあの音がネチャネチャしてると思いますもう校内環境が整ってないと思うので、ね、そうなんですよ。もうね、口も臭くなってるし我々、ね、はい、なので皆さんぜひぜひちょっとメールでサポートしていただけると助かります、はい、受付メールアドレスは tmy@fmfuji.jp、 tmy@fmfuji.jp、 たくさんのメールが予想されますので懸命にはぜひ何のメールなのかを書いてください、後ほどですね、番組公式ツイッターにも詳細をアップしますので、そちらを再度ご確認ください。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、マブダチの条件来ております。神奈川県三宮和成、マブダチは年賀状を毎年送り合っている仲だと思います。あ、年賀状ないね、私たちは。どうでしょうここは。まあでも、うん、ね、来年、うん、送るかもしれないもんね。いいよ、やりましょう。いいよいいよ。なるほどね、うん、もう LINE とかだもんね、もう今ね。そうですね、うん、そうですね、うん、簡単に送れちゃう。いや、こう見流れたよ、おい。ほんとだ、こう見広瀬流れたよ、すごっ、うん、ちょっと香ばしいから、こう見広瀬流れたよ、これどうなってんだよ、もうさあ、とこ、歌うなら歌う、歌わないなら歌わないもっちゃ、もっちゃっとしやがってよもう2本目か、今日収録違うだろだからうるせえな、とこ言えなし。マブダちゃん、2人にだけ分かる合言葉がある。あ、いっぱいありますよ、いっぱいあります。共通の挨拶とか、なんだろうね、うん、合言葉、なんかあった時にこう言うこととかね、ノー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 っていうのはダメだってこと。許さないわよ、許さないわよとか、行くわよとか、行くわよっていう語尾に流行って、ノリな、ノリ、2人だけのノリ、あるあるある、なるほどね、わかるわかる、合言葉っていうかな、そうですね、語尾につけたりな、あるあるある、旬があるよね、こういうのはね。そうだね、確かに確かに。アルマゲポン、マブダチなら山手線ゲームのお題、お互いの好きなところが続くはず。あ続くならやっちゃダメだよね、うん、終われないからね、うん、ああ、そうか、そうだな、確かに一度始まったらもう終わらないからな、マブダチだもんな、マブダチ、これはちょっと後でやりましょう、うん、はい、春はあけぼののかもけんのもの、マブダチは二人ならではのノリね、持ってます。このボケをしたらこのツッコミみたいな流れがあると思います。あるよね、あるね、まあさっきみたいなことだな、うん、なすなかにしとかマブダチっぽいよね、ノリがね、そう、あの2人だけのノリがね、うん、あったりもするからね、相性すごいですもんね、そうだよね、うんうん、
そこが家なし。マブダチは相手の両親と仲がいい。これね、うんうん、林のお母さんはすごいよくしてくれますよ、うんうん、ね、すごい気に、うん、なんか好きですね、うちの。気に入ってくれて、お友達でってことで紹介してるからね、マブですね。逆は私のお母さん、そう、私かかりないですね。ああ、そうなんだ。ないよね。でも話すこともあるでしょ。でもありますよ、全然。林っていう人がいてっていう。あ、めっちゃ話しますよ。そうだよね、うんうんうん、はい、以上ということで、どうす、褒め合いしますか。褒め合いする。まあ残りちょっと10秒だったらやりましょうか。残り10秒だったらやる。いや、どうでしたか今日一日、うん、親友のラジオ出てみて、林さん。いや、本当に今日の朝、今日が始まった時からもう これが一番楽しみでしたね。あ、今日の楽しみ、すごい楽しかった。で、実際どうでした2時間。いや、思ってたより楽しくて。あ、本当に終わってほしくないです。終わってほしくない、うん、どこピークだった今日、自分の中で。どこピークだった、うん、いや、でももうあの10時半ぐらいからたまに引き返るみたいな声出すね。ブイーって言う。私見てましたけど、一番笑ったのは空物のとこでしたよ。すいませんね、本当に。反応っぽいですわ。しばらく考えてから答え自分で分かって大爆笑してましたから。なんかみんな分かってない感じかと思って、うん、もう絶対俺が一番最初に答えを出してると思ったら。来ましたよ、10秒。あ、来たんだ。はい、パンパン、はい、いや、可愛い、パンパン、優しい、パンパン、歌うまい。また来週です。